スのツイートスポットがある、連動と適切なタイミング載せるとはっていうのは話せるのかっていうこと、なぜ自分のフォームだとできないのか。こんにちは。こんにちは。質問が来ておりました。ありがとうございます。質問です。はい、ダーツに力を乗せる、力の乗ったダーツを投げようとかよく耳にしますが、自分が力を乗せられてるのか全くわかりません。山口さんの思う力の乗せ方があれば教えていただきたいです。また力を乗せたダーツをどのようにしたら確認できるのかも教えていただきたいです。自分はいつも家投げ1日2時間週6から7で、月に2回ほど寝カフェで投げる程度です。力をしっかり乗せるダーツをイメージさえできればといつも思っています。ちなみに、右目右利きミドルスタンスで3点持ちの、レーティング 8.2 です。よろしくお願いします。はい、あ、これ俺も知りたいわ。まあ、自分が、まあ、力を乗せるとはっていう話もそうなんですけども、はい、まあ、自分が力が乗ってるかどうか確認する方法も知りたいっていうことでしたんで、メンバーシップに一回入っていって。おーい、どこでーあ、でもマジで、正直これに関しては、俺は見るしかなくて、1ヶ月メンバーシップに入ってもらって、動画1本送ってもらって、これ力乗ってますかと、うん、乗ってます、解約でいいですそれが一番確実。まあそうね、はい、見ないと難しいよね。はい、まあまあ、分かる人に見てもらうのが一番早い。あ、まあ、そうですね。俺じゃなくても、うん、そのダーツバーでもプロの方でもいいと思う、うんうん、それ判断できる人に一回見てもらう。てかダーツに力が乗るとは何っていう話、結構俺もな考えてるとこでは、はい、まあ俺の中で力が乗るとはの話の前に、ダーツに力が乗ってないとはを話していいですか？あ、はいはい。ダーツに力が乗ってない状態っていうのは、日本語で言うと、うん、各々の適切なタイミングでリリースしてないとです。で、逆に言うと、ダーツに力が乗ってる時っていうのは、自分にとって正しいタイミングでダーツをリリースしてる時なんです、うん。で、それの例えで言うと、まあじゃあこういうフォームの人がいたとするじゃないですか。これ力乗ってますかっていう話なんですよ。今のはここまで行ってここで話したらダーツに力乗ってないですよね、うん、と思いますよね、うん、でこれはリリースが極端に遅かったケースで、早いパターンもそうで、これも力が乗ってない、うん、でこれの2つの共通点は、自分にとって早いリリースと遅いリリースで、うん、自分の正しいリリースポイントでリリースしてないからダーツが重力落下していくと、力が乗っていないため、はい、だからこのこっち方向、前方向に飛ばす運動エネルギーに、運動エネルギーを活かしてない。はい、でダーツに力を乗せるとは運動エネルギーを使うということです。この感性、この飛ばそうとする腕の動きにどれだけ邪魔せずに乗せれるかで、この乗せるとはっていうのは話せるのかっていうことだと思います。で、これって実際今すごい極端にやったけど、みんなダーツに力乗らないですってやる人いないじゃないですか、うん、なんか乗ってないって言われるんですとか、なんか抜けてるってよく言われますっていうのは、このちょっとやっぱ合ってんだよ、リリースのタイミング。まあまあまあ、まあ、だから飛ぶんだ、はい、このリリースのスイートスポットがある、自分の中に。ほうほう、だからそこからちょっとずれてるから乗ってない状態になってしまうので、自分がそのダーツをどこで離したら一番力が伝わるのかっていうことを考える。で、確認方法としては飛距離と夜速です。うーん、まずだからダーツに力が乗ってる状態の人は、二重ダブルとかにフォーンって飛んでくし、それはブル狙ってるのにってことね。あ、そうそうそう。まあ、ブル狙ってなくても、まあいいわ、極路は。まあ、それもちろんトップ狙ってたらあれだけど、うん、その、ボードにダーツが届かないっていうダーツ、初めてやる女性の方とかよくいるじゃないですか。はいはい。それって力が乗ってないからね。伝わってないからね。うん、で、力が伝わってる人っていうのは飛距離が出るわけ。力が伝わっているのでね、その、運動エネルギーが大きくなるじゃないですか。うん、いや、伝わってないから運動エネルギーがなくて、こう飛距離が伸びないっていうことになるんで、で、自分がもしダーツにこれ乗ってんのかなってなったら、飛距離出してみようと思えばいいと、まず。で、飛距離出すためにめっちゃ早く引いてみました、例えば。うん、で、リリース全部遅れます。全部ベチェーンとか、
乗ってねってなったら、あ、これ早く引くのダメなんだってなってくるじゃないですか。はい。っていうのを突き詰めていった結果、そのみんなバレーにしろ、テニスにしろ、サッカーにしろ、うん、野球にしろ、例えばこう、このトップという概念が発生するわけですよね。これ最下点。で、この最下点に入るまでに、あ、これ今テニスのサーブやろうとしてる。ああ、バレーかと思った。あ、バレーでも良い。やっぱここで止まる時間があって、ふわーって、ふわーって。このテイクバック早いっていうのは、なわけなんで。まあなんで、なんか運動神経いい人とかは、ダーツ初めてでもなんとなくそれがわかるから、こうあんまり早く引いて、ふぅぅぅみたいなことはしない。え、これこうじゃねえとかって。やっぱこういう感じの動きになる。今俺サッカー部の運動神経いい先輩を思い出した。ダーツ初めて。めっちゃ姿勢いい。うん、でも、こうやってダーツ持つ、うん。で、やっぱトップあるんだよね。まあ野球部とかバスケ部もそうだと思うけど。スッとっていうのがあるんで、じゃあどうやったら飛距離出せるのかな。で、飛距離出せたとするじゃないですか。はい。で、飛距離出したらダーツに飛距離っていらないじゃないですか。いらない。そう、狙ったところに飛ぶっていうのが大事なんで、じゃあそれを例えば、その 100% の力で投げた時に20ダブルの上のアウトボードに刺さりますっていう状態なんだとしたら、じゃあ 80% でいいな。うん、あ、じゃあ 60% でいいわ。っていう風にやっていって、自分のその狙ったターゲットに届く最小限の力をどこかを探る。で、じゃあそこに飛ばすためにどうしたらいいのかっていうのがフォームになっていくんで。で、まあその飛距離を出すためにはこう、多分斜め上に出すことになりますよね、ダーツを。はいはい。まあダーツはまあ基本的にそっち方向に飛んではいるけど、いつもより上の角度で発射する可能性があるじゃないですか。はい、はい。飛距離だけを本当に出そうと思ったら。で、まあそれはダーツというか自分のフォームではないと思うんで、まあそれもう一個の要素として野速。やっぱり力が伝わってるから速球が投げられるわけなんで、まあ、なんかそのダーツに力が乗ってない人みたいな動画で言ったと思うんだけど、全部チェンジアップになってるんですよ。そう、ね、全部抜けてるっていうのは力が伝わってないから 100% の力でフンって投げてるのに、例えば14キロとかだったらちょっとまあ乗ってないなとは思うよ。三振が取れます。あ、チェンジアップすっごい勢いなのにめっちゃ球遅くてスカッっていう状態なんで、まあ、その、じゃあどうやったら150キロ出せるのかと、野球で言うなら、うん。150キロのチェンジアップとかはもう大谷さんとかのレベルになっちゃうんで、その自分の。チェンジアップしたのに150キロ。自分のマックスがまずどれなのかって。まあ、そのマックスの野速を出そうと思ったら、それボード的には良くないですよ。良くないんでやめてほしいんですけど、まあ、乗せないと自分のマックスは出ないわけじゃないですか、ダンスに力を。だから、まあその予測で、例えばの、今乗ってないんだとして、その試してみて、あ、予測上がったってなったら、乗り出してるっていうことにもなるだろうし、うん、まああと、ただ予測だけで判断すると良くない理由は、うん、あの、テイクバック大きくしたら予測出るんで、まあそこも一概には言えないとこではある。まあでも見ないとわからないよ。まあ結局。乗ってるとは。まあだから乗ってるとはっていう辞書だと思って聞いてくれたんだったら、自身の適切なタイミングでダーツをリリースしている状態だね。どうやったらこうダーツに力を乗せて投げることができるようになる、うん、それが一番聞きたいんですもんね。そう、それをずっと言った菊池山口練習法2でお願いします。ああこれね、はい、ノーセットアップとか。ノーセットアップ、まあ以前の動画でもお話ししましたけれども、ダーツを忘れる。自分の体と会話する。はい、ためには、フォームと概念を捨てる必要があります、まず。ってなったら、菊山練習法2。まあ確かに。何も考えずに。でもこれ自分のフォームじゃないんだから。入るわけないじゃないですか。おい、おい、あの菊池ダーツめっちゃ乗ってますよ。ああ、乗ってるね。確かに、あれはめっちゃ乗ってる。あれ乗ってるって見て分かる人は、うん、自分で判断できると思う。はいはいはい。フォームとか取ってもらって、あ、俺これ乗ってないわって。菊池じゃないもんだって。なると。めちゃめちゃ下手な時の。いや、あれ、でも、綺麗だよね。うん、確かに。綺麗だし、乗ってる。今見ると、それがわかる。あ、言ってたことが。ああ、ね。当時はまだ始めたてだから。はいはい、まあそうですね。でも、ちょっと根底から覆すみたいな話なんだけど、はい、大丈夫。ダーツに力が乗るということはないっていう話ですか。いや、そう。いや根底から覆す。ダーツに力が乗ってればいいってわけじゃないみたいなとこもある。あ、そうだね。その逆にさ、よく PDC の選手とかは、うん、なんかその、あえて乗せてないんじゃないかって思われるようなシーンもいっぱいあるじゃん。そうだね。あと、トッププロの方で、故意的に抜いてるっていう人もいるんで。で、乗せる
ことが正解である確率は高いけど、乗せるだけが全てではないと思いますが、意図せず乗ってないんだとしたらまず乗せてみた方がいいよねっていう順番かな。それもさ、他の動画で山口が言ってたけど、ちょっとどの動画だったかわかんないから、URL 出せるかわかんないけど、結局 100% の力で狙った場所に投げるよりも、60とか50ぐらいの力で狙った方が狙いやすくないですかっていうのに近いよね。はい、まあそうだ。それ持続性も高くなるし、だから、100で20トリのは20ダブルの上に刺さっちゃいます。どんどん下げていきましょう。やっぱり小さい、その大元のエネルギーの方が、その練習も長くできるし、コントロールし再現性も高くなるんで、同じ場所で話せって言われて、まあテイクバック早いのがダメな理由もそうだけど、もうこれと、はい、じゃあここでっていう、どれが、どっちが同じ場所で話しやすいと思いますかって、まあただそもそものリズムが速い人はいると思うけど、当然。でも本当さっき言ってたスイートスポットもさ、どっちの方が狙いやすいかっていうのに近づく話であると。だから探す、俺は最初からダーツ乗ってた人なんで、うん、どうやったら乗るようになるのかっていうのは考えたことはないが、今乗ってないわ。ダーツに力がこれっていうフォームは確かにあんの。うん、あ、じゃあそしたら乗ってないかもしれない。結局ダーツに力が乗ってるのが分かっているフォームがあったら、乗ってない時にこれ乗ってないわって分かるから。うん、ああ、乗ってないから分かんないってこと。今だ可能性がある。まあ、その、でも探すしかないですよね。だそのテニスのラケットのスイートスポットあるじゃないですか。はいはい、まあ、バットにもあるじゃないですか。うん、これ先っぽの方にこうコツンって当ててみて、いたってなるじゃないですか。これスイートスポットじゃないわ。うん、あ、じゃあもうちょっと内側なのかなって多分一番最初の人探したと思うんです。へえ、俺ちょっとやったことないから。いや、そのもう野球とかじゃない原始人レベル。どこに当てたら最も効率よく力が伝わるのかっていう。だから自分のフォームリリースでどこで離したら一番夜速が出るのか飛距離が出るのかっていうのを探してみたらいいと思います。でもリリースのタイミングをずらし続けるしかない。それを試そうと思ったらちょっと早く離してみようとか、遅く離すってめっちゃ怖いけど、ベチーンってなりそうってなるんだったら、あのベチンってなりそうって思うんだったら、それそこじゃないです多分。レーティング 8.2 だから、うん、まあ、この人のことだけで言うと 8.2 あるんだったら、その調整はもうできるレベルだと思うから。まあまあそう、うん、いや、やっぱ最下点から投げるのはいいと思う。結局菊山連勝2になってしまいますが、うん、まあその この引く動作も最悪なくていいかも。その 乗るっていうことに関してだけ言うんだったら、もうこっからえいってやった時に気持ちいいってなるんだったらそこで、それをなぜ自分のフォームだとできないのか、もしできてないんだとしたらっていうのを考えてもいいだろうし、まあただね、まあ極論俺膝使ってもいいと思うわ。珍しい。シュッてまあ一番最初の頃とかそういう人いるじゃないですか、うん、でそれがだんだんもう自分のリリースポイントとかが分かってくるから使わなくなっている、てか動きが小さくなっていく、はいはい、最適化されていく、結果動いてないように見えるっていう状態になっていくと思うんで、もう体をね、もう一回ダーツって書いてるの忘れましょう。はい、体を全部使う。もう、助走はダメ。あ、助走なしで。助走振りかぶりはなしで。そう。で、膝使ってこうやって、ういってやったら多分いつもより飛ぶと思うんですよ。それなんでやろうかって。膝使ってるからや。で、この膝を伸ばして、伸ばしきったタイミングで、ってやったら多分膝の、あれ使えてないし。乗ってないなって思うじゃないですか。だからその膝のタイミングに合わせてこうリリースできてるから乗ってるわけない。だそれが自分のリリースのスイートスポット、あなたのスイートスポットを探しましょうということでございます。まあでもあの額面というかさ、その文字だけだとわかるし、膝をこの伸ばしてる、まあ、7、8割ぐらいでダーツ離し始めてるから乗ってるんやなと。伸ばしてから投げたらもう10、0ってなってから話しちゃってるから、この膝の分は使われない。だからダーツも同じで、速いか遅いかなよね。じゃあどこなら乗るんやっていう。もう試すしかないです。人それぞれ違うんだ。だってやりたいダーツによっても違うし。まあ、俺はその、力伝わってない側だった、ずっと。あ、まあそうね。あ、こうやって伝えるのかって気づいたのは、その手首の角度を変えた時に、その、こっから、ここ、だからもうここの構える時点から、はい、
セットアップの時点から手首の角度をちょっと立てた時に、あ、乗せるってこういうことか。その、立てた方が良かったとかじゃなくて、乗せるって感覚を使うのに、そういうことはあった。これはね、ありがとうございます。はい。その観点は、私が今説明で不足しておりました。今俺が乗せる、うん、乗せないの話をしてたのはリリースポイントに関してしか説明してなかったけど、うんうん、確かにその手首との連動、あの力が乗ってない人に共通することでも言ったんですけど、あのずっとこうやって投げてる感じみたいなことを俺言ったと思うんですよ、うん、だからこの手首をどのタイミングで倒すかもこの8割、この膝を、まあ、一番曲げてるのが0で伸ばしきったのが10だとしたら、こう0から1、2、3、4、5、6、7ぐらいで、7、8ぐらいでこう動き出すと乗るじゃないですか。うん、まあなんとなくね。だからこの腕も、この0からこの7、80ぐらいで手首もまた返し出さないと、それも乗らない。で、この手首が返し出した7、80ぐらいでだと離さないと乗らない。だからこれが体の使い方と運動神経っていう部分だと思うんで、手首のタイミングも確かに大事だね。その観点は必要かもしれない。もう、それができてない頃の俺は、本当に、ものすごいスピードブーンってやっても、マジで16だった。死んじゃう。16キロね。ライブ3で上がった時。そう。しかも、その、下手だから、上手い人だったら、多分、あえてその手首のそれを遅くすることで、あの、角度つけて、裏抜きとか、うん、力を伝えすぎないことでブレを少なくするとかいう技術あるだろうけど、うんうん、そう、上手くないやつが遅いから、あ、力伝わってないんだって思ったよね。うん、その、遅いのが悪いとかじゃなくて、うん、なんだろう、体の使い方ってことですよね。そうだね。連動。連動と適切なタイミング。だそういう意味で膝も使ってみてもいいし、だからこの手首、あのね、菊山連勝2やると、この手首っていう概念が一旦、こうセットアップがなくなるから、このなんか固定されてる感がなくなりやすいよね、みんな。うん、だから、こう自分のこう緩い手首のまま、こうスッと。いける人が多いのではないかという見解を持っています。そうですね。俺が、その、だから、菊間練習法の時、力が乗ってるのは、うん、そのノーセットアップでこうやって持ってきて投げてるから、多分、無理な、その、手首の角度取って、そのままスコーンって投げれてたんで。無理してる人がいるんだろう。うん、逆に、こう質問してくれてるけど、うん、多分、ずっと投げ続けたら、自分でも気づけたと。あ、まあそうだね。確かにそういうことで、あとそもそももう乗ってるっていうパターンも全然ある。あ、もうそもそもがね、最初、うん、その乗ってるって何って思ってただけで全然自分のダーツは乗ってるってケースもあるから、まあ深く考えすぎず、あのプロの方とか身の回りにして見てもらう、うん、まあ、まあメンバーシップでもちろんいいんですけどもっていう形で、まあ今言ったことをお試しいただければと思います。はい、上手い人に見てもらった方がいい。一番メンバーシップの料金払って見てもらうのちょっと意味わからん。ドリンク2杯飲める。うん、意味わからんか。自分らでやっておいて自分らで下げていくっていう。いやいや、じゃあ、あの、その、俺は、うん、その、この方を一番に思って、うん、そうです、うん。聞ける人がいるなら聞いた方がいい。まあそうです。はい。意味わからん。これだけを聞きに来るの。我々メンバーシップ始めました。はい、始めております、ね。オープンチャットで、あの、質問を山口が回答してる。マジで楽しいよ。なんかね、雪が書いてるんで、うん、その、俺が楽しい。それで飯食えればいいな。いつか月35万円もらえたら仕事辞めるわ。でも、あの、思ったんだけど、うん、ジャパンで優勝すればいけるかもしれない。いけるかもしれないな、ジャパンで優勝する。いや、でもね、ちょっとごめんなさい。メンバーシップの話になったんで言いますけど、うん、これ多分ね、俺ね、あの、そろそろ限界が来ると思う。あの、人数の上限的に。そう。それあの、だからその何人で締め切りますとかじゃなくて、うん、あの、締め切る可能性がありますっていう。あ、そう。ことだけ。いや、あのね、今は、まあ、あの、皆さん悩みが、うん、あの、定量的に来るわけじゃないんで、まあ、こう波があるじゃないですか。そのマックスになった時に、待たせちゃう可能性が出てくるないってやっぱあるじゃん。まあ、これ1億人メンバーシップ入られたら返せないから、極論。ずーっと、仕事だから。まあなんで、もしいつか、あの、聞こうとか入ろうとか思ってたけど、っていうことがあって、いや、締め切られてるやんけみたいなことが起こり得る可能性あるんで、まあもしあれだったらっていうぐらい。まあ、あの、すぐ切るとこは多分ないですけど、まあ可能性としてっていう。はい。あの、僕は全然続けさせるんで。そうですね。はい。はい。
概要欄より、気になる方お願いします、はい。このチャンネルではダーツの質問を募集しております。概要欄、コメント欄の方にお願いいたします、はい。山口くんの X かっこきつい旧ツイッターのマシュマロで匿名で募集してますので、よろしくお願いします。と、我々ゲームチャンネルもやっております。フォローしてやってもいいぞって方、概要欄よりお願いいたします。します。では、ありがとうございました。お疲れ様でした。